していきました。完成。さなちゃんが怪我をしてるのはこの辺です。ここをバーンって言ったの、うん、こうやってたらボールでブカーンって押し潰されてた。痛かったね。今日はさなちゃんのハッピーバースデーということで、あまりごちそうは作れないんだけど、今からオムライスを作りたいと思います。さなちゃんと一緒に作ろうかな。みんなあんまりお腹が空いてないと思うので、軽くオムライスでパーティーをしたいと思います。ナナとの誕生日と一緒だね。うん、文化祭の片付けでめっちゃ大変だった。あ、表彰どうだったの？中にね、展示部門最優秀賞。あとはあれは合唱はどうだったの？合唱はね、2組がね一番だった。あ、そう。手紙確かに上手だったよ。本組ね、でもね、先生が十何年音楽の教師やってきてる中で一クラスも歌ってくれなかったらしいのね。先生が好きな歌を。ああ、好きな歌、びっくりした。あの、優子たちが今回歌った歌を、で、それを歌ってあげた。はい、さなちゃん、11歳お誕生日おめでとうございます。はい、ということで、じゃあ、まず食べようか。はい、夜遅いけど。はい。じゃあプレゼントタイムを行ってみたいと思います。
ね、さなちゃんがね、図工の時間にね、作った猫ちゃん。この猫可愛くない？うん、めっちゃ可愛い。すごい。2年生だっけ？2年生の時にさなちゃんが作った作品。やったー。え、すごい、いいプレゼントだね。ね。すごい。あと1個は何だろう。トイピアです。めっちゃ可愛い。すごい、なんかこのテーブルに乗ってると同化してるテーブル。確かに。怪しい。待って、なんかちょっと結構開く。開くね。開く、開くよ。でもこれだけで。こうやったら開くんだよ。こうやったら。かわいい。すごい。はい、トイピアノでした。次のプレゼント。イエーイ。お手紙だ。うん、え、愛が日記にね、誕生日プレゼントのこと書いてある。あ、すごいね。ちゃんからの手紙。さなや、お誕生日おめでとう、愛香より。はい、はい、絵が書いてあります。あら、可愛らしいです。上手だね。さな、はい、からも読みます。さなや、誕生日おめでとう、いつもありがとう。はい、はい、さなが一応上手よ。書いてある、すごい。次、ゆかからの誕生日プレゼントです。はい、はい、お誕生日おめでとう。ありがとう。まずこれからやるよ。それはサナからのリクエスト。日本来た、ちゃんと使いやすいんだって。同じもの。サナにこれおすすめだよって言ったら、サナが欲しいって言ったから買ってあげた。これは下敷き。サナが下敷きなくしそうだなって思って。でも確かに塾と学校でどっちかな。一つ目、それはあの書きやすいペン。やっと書きやすいやつ。赤、黒とシャーペン。ポケモン、ポケモン。サルノリちゃんのノリ。そう。サルノリとピカチュウ。ほら。ピカチュウとサルノリ。お、かわいい。で、シールもついてた。シールでーす。シール。シール。え、ミュウツー入りよ、ミュウツー。ほんとだよ、ミュウツー。はい、ありがとうございました。ケーキ。はい。アイちゃん。スケちゃんが出ちゃいました。持ちましたか、クラッカーは。どれ、歌う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 、うん、3、はい。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、サナちゃん、ハッピーバースデートゥーユー。おめでとう。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ皆さんケーキを食べましょう。そらちゃん、お誕生日おめでとうございます。松葉杖みたいなのついて
も多分完成しないよ。バイバイ。